アマンドラ・ステンバーグはアメリカ合衆国の女優、フェミニスト、ロサンゼルス出身。父親はデンマーク人、母親はアフリカ系アメリカ人。2011年映画コロンビアーナでゾーイサルダナ扮する主人公の少女時代を演じてデビュー。2012年映画ハンガーゲームで大きな注目を集める。女優の他フェミニズム活動家としても知られ。 フェミニズムを推進するミズファウンデーション・フォー・ウーマンと雑誌コスモポリタンがオンラインでの投票をもとに選ぶフェミニストセレブ・オブ・ザ・イヤー2015年の第1位をローワン・ブランチャードと共に獲得した。特にインターセクショナルフェミニストを自認している。アフリカにある架空の国の王を描いたヒーロー映画ブラック・パンサーの趣里の役にオーディションで選ばれたが自身が アフリカ系アメリカ人と白人の親を持つバイレーシャルであることや肌の色が淡いことを理由に辞退した。アフリカ出身者の役には自分より適任者がいると感じたと語った。ステンバーグはノンバイナリーであることを公表しており、代名詞としては中性代名詞であるゼイ・ゼムと女性代名詞シー・ハーを両方使用している。以前は バイセクシャルおよびパンセクシャルであると公言していたが、2018年に自身がレズビアンであることをカミングアウトした。現在、シンガーソングライターのキングプリンセスと交際している。ありがとうございます。